どうもこんにちは。ですね、最終日というか、隔離がですね、やっとあと8時間ほどで終わります。やっとですね。大変だったことはやっぱり部屋から出れないのと歩けなかったっていうのが大変でしょうか。まずですね、11日目ですかね、11日目の夜ですね、PCR のキットが配られまして、で、12日目の朝ですね、歯磨きをしないで、何も食べないで、また唾液検査を、のサンプルを、キットの中に入れてんですね。で、それを、その日の夜に回収してきて。で、朝にですね、結果が、出たと思うんです。結果のことは何も書いてなかったんですけども、今日の、要するに11時、夜の23時59分でですね、私の隔離が終わります、ということの通知がありました。はい。で、ホテルはですね、今日の晩まで、もうお金払ってますので、明日朝ですね、ここを、退去するということですね。やっとです。やっと終わりました。はい。でですね、もう一つはですね、このホテルなんですけどもね、狭いです。220スクエアフィート、14平米ぐらいですね。でも部屋に、テーブルが多い、テーブルっていうか、ベッドが2つ置いてましてですね。で、あとはもうテレビ台とか何もなくてですね、もうそれだけですね。ちょっとですね、トイレの匂いが臭いのとですね、それと、隣の壁、私の部屋はいい方だと思うんですけどもね、隣の部屋、子供おると思うんですけど、ガタ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 うるさいのと、夜ですね、ちょっと結構騒いでる時があってですね、それがうるさかったっていうことですね。そんなに対して怒鳴るようなことでもないですけども、そんな感じ。それでですね、部屋はですね、外の、少しは外の、どう言ったらいいんですか、その騒音っていうのありますけれども、際して、気にならない程度ですね。あとですね、ちょっと、暖房私入れてないんで、暖房嫌いなんで入れてないんですけど、ちょうどくらいですね。暑いとかっていうのはあんまりないぐらいです。そんな感じですね。天気も良くなくてですね、今外12度ぐらいですね。ちょっと冬の気配になってきました。そんなに寒いいうことでもないです。皆さんがネットで言ってるように寒い寒いって言われるんですけど、寒くは別に感じられないですね、普通ですね。私の、香港の冬の印象はですね、1年間に1週間から2週間の冬があって、それ以外は冬じゃないというふうに私は思ってますので、あんまり寒くは私は感じれないです。ですね。それでですね、14日が経とうとしてます。足がですね、ちょっと痛いんですよね。要するに、私は、毎日よく歩くんです。なので、なんていうんですかね、全然歩かない生活が13日間続きまして、足がつりそうですね、ほんと。一回つりました、寝てる時に。寝てる時っていうか、ちょっと伸びをした時に釣りました。それぐらいですね。あとテレビがですね、テレビはあんまり見ないんですけども、10チャンネルぐらいしかないのかな。で、その中でですね、2チャンネルか3チャンネルぐらいはもう中国のテレビなんで、全然見ないんですよね。あとは、有線放送で、ニュースやってるところがですね、あるんですけども、ほとんどテレビ見ないんですけど、たぶん面白いのもないと。で、韓国のやつやってますけど、ずーっとですね、繰り返し繰り返しやってるので、全然面白くないんですよね。それともう一つはですね、ネットがもう死んでます。全然です、Wi-Fi。
で、私自分の、なんていうんですかね、携帯の電波を使ってるんですけども、なかなかですね、テザリングがうまくいってないです。なかなか大変ですね。まあでも私は毎月です。まあ、先月契約したんですけど、毎月300ギガあるんで、まあ使って、ずっと使っても全然問題ないぐらいあるのでいいんですけども。ただですね、なかなかの、ちょっと、映画とか見てもですね、遅れる時もあるしですね、なかなか言うこと聞いてくれないですね。Wi-Fi はダメですね。あとですね、湯沸かし器はあります。なので、あれなんですけど、水はもらえないです。水は誰かに買ってきてもらったりですね、友達に買ってきてもらったり、まあまあ、オーダーしてですね、届けてもらわないといけないです。あとはですね、何もくれないですね。まあ、シャンプーとか、ティッシュペーパーとか、トイレットペーパーとか、っていうのはいいですけども、基本的に何も供給ないです。なので、なんかした方がいいですね。インスタントラーメンとかですね、もうね、全部食べ尽くしました。あんまり、食欲もそんなにないですけども、なんか食べたいな。まあ、映画見てたらね、なんかね、美味しいまた食べたいなと思うんですけども。最後の夜でですね、私、ちょっと、UberEats もクーポンがあったんでですね、80ドルもあったんで、ちょっとそれ使ってみようかなと思って、先ほどオーダーして、5時半ぐらいに来るんですけど、UberEats ってよく考えたらね、使ったことなかったんですね。いつもフードパンダで。フードパンダってね、あんまりまあ、あるんですけどね。初めてちょっと UberEats 使ってみてですね、この近くのですね、行きたかったモモですね、ネパール料理のモモの店があったんで、そこでちょっとオーダーしてみました。でですね、今ですね、今回ですね、やっとピンマイク買ったんですよね、日本でね。それの今ちょっと状況をですね、見てるところです。後でですね、12時、まだ起きてたらですね、12時回ってですね、ちょっと外出れるような雰囲気あったらですね、行きたいと思います。で、今 GPS をしてるんですけどもですね、メッセージが来ましてですね、12時回ったらですね、自分で切断してくださいということですね。それとですね、GPS 付きの、まあ、GPS というか、携帯の GPS なんですけども、何ですかね、アプリをですね、空港で入れさせられたんですけども、要するに、ステイホームのアプリですね。これをですね、もう削除してくださいということなんで、それを削除してですね、GPS をですね、もうこれもですね、切断してですね、で、ちょっと街出ていこうかなと思ってますけども、今ですね、香港はですね、12月23日までですね、夜6時から朝の5時まででですね、レストランの中でのですね、食べることはない、できないんでですね、なんかあったらまあ、買えるかなと思ってるんですけども、ちょっとやってみたいと思います。それではまた後で。今やっと終わりました。長かったですね。今からですね、ちょっと外行きたいと思います。こんなとこやったんですね。13日ぶりに外出ました。ああ、全然寒ないやん。全然寒くないんですけど、誰ですか、寒い寒いって言ってるの。ああ、久しぶりに歩いたわ。いやー、もうあれですよ、13日分歩きましたよ、もうこれだけで。いやー、外ええなー。ちょっとぐるーっと、ええなー。ふらふらしてる。フラ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 してますね。
2週間歩かなくてもフラフラやねんね。まあ、どうやってるか。ここでもういいわ。ということで今日は一日終わりました。はい、明日から普通の生活に戻ります。では。